なく素早い動きができるとしても、1枚ならともかく5枚全部をこの私に全く気づかれずにすり替えられるだろうか。ズバリできるわけがない。5枚全部をこの百戦錬磨のダービーの目に触れずにすり替えられるわけがない。よし、ジョータロー、勝負に出てやろうじゃないか。タバコに火をつけるなどと無駄なはったりをしよって。ジュースまで、いつの間に、貴様、舐めやがって。いいだろう、勝負だ。私のカードは。待ちな、俺のレイズの権利がまだ済んでないぜ。のブルーレイズだと、もうかけるものがない。レイズするのは、俺の母親の魂だ。なに、母親だと？ジョータロー、ホリーさんの魂よ。俺はお袋を助けるためにこのエジプトに来た。だからお袋は自分の魂をかけられても俺に文句は言わない。だがダービー、お前にもお袋の魂に見合ったものをかけてもらうぜ。それはてめえにディオのスタンドの秘密を喋ってもらう。この態度、こいつディオの秘密を知っているな。しかし裏切り者は殺されてしまう。喋ればダービーの命はないというわけか。ジョタロー、そこまで自信があるということは絶対勝てるということだな。そう思っていいんだな。そのカードは強いんだな、ジョータロー。さあ、かけるか、かけないのか、はっきり言葉に出して言ってもらおう、ダービー。言ってやる。言ってやるぞ。言ってやる。俺は最強の爆竹だ。受けてやる。ゴールしてやる。カールというぞ。ダメだ、おとこし、声が出ない。ビビっちまって、声が出ない。この男、白目を向いている。気を失っている。あまりの緊張だ、気を失ったな。